にちは、木下優香です。今日はね、じゃん、うな重を10個食べたいと思います。今回はですね、銀の皿でうな重を注文しました。来月は土用の丑の日だと思うんですけど、うなぎが食べたいんで注文しました。ちなみにですね、今年の丑の日は7月23日と8月4日の2回あるんです。年によっては年に2回土用の丑の日がある、らしいです。だいたいその1回目の丑の日に食べるみたいなので、皆さんぜひ7月23日にはうなぎを食べましょう。で、今回はうな重の上を買ってきたんですけど、1つ2041円で10個で2万410円です。わー、今日は贅沢です。いただきます。まず山椒を振って、わー、山椒のいい香りですね。めっちゃ美味しそうです。うなぎ肉厚です。柔らかくて脂が乗っててめっちゃ美味しいです。このうなぎのね、タレがまたご飯によく合います。私、皮の部分が好きです。あのコラーゲンたっぷりな感じの。なんか魚でも動物でも皮って美味しいですよね。うん、奈良漬けがついてますかね。うん、美味しい。じゃあ1人前完食です。うーん、奈良漬けの香りいいですね。2人前完食です。その夏は暑くなりますかね、ほんと。はぁ、やだな、暑いの。冬も嫌い、寒いのも嫌いなんですけどね。うなぎ10個食べて、10個食べれるから乗り切れます。3人前完食です。うん、普段銀の皿って お寿司しか頼まんから、うな重もしてくれるの嬉しいですね。うな重も美味しい。さすが銀の皿です。
で、4人前完食です。5人前完食です。はい、残り5人前です。ちょっと数が減ってきたんでカメラを近づけました。6人前完食です。7人前完食です。じゃあこの残り3人前はだし茶漬けにして食べたいと思います。じゃん、器に移してわさびと海苔をのけました。奈良漬けも入ってます。ここにだし汁をかけます。うなぎ茶漬けの完成です。わさびとよく合いますよね。気分が変わっていいです。いや、茶漬けもいいですね。わさびの香りとうなぎがすごいよく合う。うん、うなぎっていろんな楽しみ方ができるからいいですね。うん、お茶漬けも美味しい。なんか今日服後ろ前着てるかと思った。外で気づいた時めっちゃ困りますよね。私一回靴を右と左で違うのを履いとった時があってびっくりしました。なんか歩きにくいなと思ったら靴が違った。ちょっと思い出しました。じゃあ最後のうなぎ一口です。
完食です。ごちそうさまでした。でうなぎ10人前めっちゃ美味しかったです。いやうなぎってほんと脂が乗ってて香ばしくって身が柔らかくてもうほんとご飯と合いますよね。最後うなぎ茶漬けも美味しかったです。うな重とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイート&スマイル。じゃあ皆さんうがい手洗いマスクソーシャルディスタンスをしっかり対策して平和な世の中を楽しみましょう。バイバーイ。